同様になった、ベンゼマとカンテの練習での様子が最高すぎた WWW。めっちゃ仲良い小学生同士みたいで、微笑ましい。カンテ可愛すぎる。ずっとニコニコじゃん、推したい。ウッキウキなのマジで、クサコの二人ってあんま接点なさそうだったけど、よく考えたら同じフランス代表やん。二人とも幸せそうでいいな。ベンゼマってピッチ内では優しそうだし頼れる兄貴感あるけど、ピッチ外は微妙よね。悪人と聖人のじゃれ。ベンゼマって代表メンバーから嫌われてるって思ってたけど、そんなことなかった。浦和はクラブワールドカップでこのアルイチハドと戦う可能性があるんよな。パリサンジェルマンより競争金に走ったレジェンドの隠居生活でクサまだまだ。二人ともヨーロッパのトップレベルでやれるのにマジでもったいない。まあ二人ともチャンピオンズリーグも行ってるし、給料が5倍くらい上がるなら誰でも行くだろ。年齢も30代だし、ちゃんと給料が支払われればもう言うことないね。